こんばんは。トークアク司会ありがとうございました。お昼、あ、夜ご飯を食べたいと思います。夜ご飯、これドリンク、あの三ツ矢サイダー。夜ご飯はハンバーガーです。なんとなくそんな気持ちがしました。あ、来ました、相棒が。ちょっと待ってて。はい、本日のゲスト本日のゲストは自己紹介お願いします。モノマネです。アンズのモノマネです。似てましたか？エリナ鳴らしてない、鳴らしてない。ねえ、あんまやってない。挨拶するか。いいよ、わさま。エスケオーテート。アサーズことオフランスです。アサーズ？ウケる。いただきます。いただきます。すごい騒がしい。こんばんは。服ボロボロ。違います、オフショルです、オフショル。グッジョブ、ありがとう。いただきます。でも食べたい。目がキュルルンとしてる。キュルルンしてます。辛い、ハンバーガー辛い。だってチゲでしょ、うん、辛いわそりゃ。ハッシュドポテトいただきます。サイドメニュー。うん、うん、回復。アンズ、ん、今日の夜ご飯何だったの？あのケータリング。見てもない。え、そうなの？マジ見て、見てない。マジで急いで帰ってきた。ん、そうなんだ。交互期待だ。ね、笑わせた。どの子みたいに食べるんじゃなかった、マジで。え、確かにミスったね、辛いもんね、うん、刺激しかない。水と同じくらい食べな。うん、うん、よかった。音符かわいスタンプありがとう。え、マジで辛い。大丈夫？おもろい。そんな辛くなさそうだったのに。そうなんだよね。
ラッカーありがとう。痛いから辛く感じるのかな。ああ確かにありえそう。みんな明日のあんず喉痛めてるんでね。うん、ごめん。ごめんなさい。もう一回楽しかったですか？楽しかったです。何これ？リボンのやつ。ありがとう。花束かな。ケーキ？なんかグッズが変わったデザイン。ケーキありがとう。嬉しい。かわいいケーキ。晩ご飯食べた。今からです。クラッカーありがとう。ハートありがとう。薄い感じのリップいいかも。取れただけないよね、リップが。薄い感じのリップをしてるわけじゃなくて、取れて薄くなってます幸せその子。美味しいんでね、ご飯が。シャキシャキ。うまい。うまい。うまい。どういうさ、バーガー。バー？バーガー。照り焼き。うえ。どういう反応？めっちゃいいやん。ね。みんないつも照り焼き頼んでる、バーガー頼むとき。ね。アンズは？アンズはチキン系がいい。野菜入ってる。うん。ヘルシーだね。でしょ。チキンと野菜ってもうサラダにじゃん。ええー。うん？マジで可愛くらしくない。うん？マジで可愛くない声してるのに。ふふふ、みんな可愛いって言ってくれるよ。ほんと？うん、待って、そうだ、ツイッター上げないといけないんだった。待っててね、みんな。え、上げてたんじゃないの？上げてないっす上げてないんですわ。バスで何しとったん？え、バッタがバスで寝てたんだって。あー、そっか。で、そしたらこうなってたの、声が奪われてたのありえるありえるや近いからね、うん、夢の国が、うんね、いいじゃん、推しじゃん。確かに。はぁ、はぁ、今どこも美しい声してない、うん。でもなんかさ、うん、寝てなったんだったら寝たら治るんじゃない？そんなことある？うん、でも寝てからなることってあんまないかも ね。寝たら休まれる。寝て悪化することある変な寝方してたんじゃない？してないよ。どういう寝方だよそれクラッカーありがとう。みんなでご飯じゃないんや。違いますよ。だってリーナ好きだもんね。うん？え？え？いや、何の話してた？だってリーナ？みんなでご飯？うん。が何？リーナアンズのこと好きだもんね。あ、好きだよ、アンズのこと。あ、嬉しい。アンズ大好きだよ。ええかい、それは声がやばい誰？嬉しい。誰かわかんない。ハートありがとう。マジでさ、リーナ組、え、誰といんのってなるよごめんね、アズアズだよ。アズアズのモノマネです。モノマネ全然似てないもんと、モノマネよな、これ、本当にびっくりするわ。月見じゃない。いや、月見食べたことないんだよね、実は。損してるかな。損してるよ。どっからちょっとだけ拝んだ。え、来てたの？来なよ。ん？誰？え、何？メンバー？うん、ファンの人。ああ
めっちゃメンバーと食べに行かないのって来てる私はね早かったんで帰りが。そうまだ終わってない人とかいっぱいいるんじゃない、うん、お出かけしてました。クラッカーありがとう今マジでやばい痛い、うん、うん。辛いね、うん、即決で決めたのにそれ、うん、外食はねしなかった。ちょっと考えたうどん屋さん行きたいなって思ったけどちょっと一人で行けないなって思ってやめた。うん危ないなんか行った自分を想像してみたのうどん屋さんに。しかもチェーン店じゃない有名なとこ行った自分想像してみて出口ん入り口の前で止まって考えて帰る自分が思い浮かんだから行かなかったコバありがとう。クルミンじゃないですよこの声は同期にはいません。ごめんなほんまにハートありがとう。眠そうな顔してる本当ワンちゃん言われてるえ声って言われてるよねえ助けてよみんな奪わないでアンズの声、うん、取られた声取られたよ。誰かめっちゃ歩けるようになってんじゃない、うん、アンズの声取って歩いてる走ってみんな服可愛かったありがとう。カスカスな声だってコバありがとうのいいかえ、それ本当に本当に頑張ってやってる？やってるわ。やってるわ。え、じゃあ裏声ができないってこと？うん、高い声で。うん。出さない方がいい絶対。じゃあもう喋らんとこはちょっと。休憩タイム。うん。じゃあひたすらあ、え、更新した？ツイッター。してない。え、するって言ったじゃないか。でもお腹空いたからな。じゃあ食べな。足りないかもしれない。本当にお腹空いてた。そうなんだ。お昼もあんま食べてない。でもすごいね辛いって言っても食べれるぐらいお腹空いてんだ。うん知らんかった何これなんかバドミントンの羽みたいなやつありがとう。コジクリジュソシです。トーク握手会お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。肌ありがとうございます。花束リボン、ハートありがとう。お昼ご飯はね、食べました。普通に食べれた。隣に変な人いんの？変な人じゃないですよ、別に。え、そう。国民の妹ランキングにカレンタいました。まあ、そりゃそうだよなって。リナの妹だもん。へー。うん。かわいスタンプありがとう。クラッカーありがとう。明日はじめましてしに行きます。え楽しみですね。せっかくまかりなんだからもっといいもの食べればいいのに。いや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 、めちゃくちゃいいもの食べてるやん。うん、めちゃくちゃ自分の好みなもの食べてます今ココミンがケータリング美味しかったと言ってたけど、気になる。ゆんちゃんとか持って帰ってきてくれんかな。明日声出なかったらどうするの。そうだよ、だからあんず、あんず声を休めな。水たくさん飲みや。うがいした？したんだ。全部最善尽くしてそれなんだ今。しかも薬も買ったから。あ、そっか、早く食べて早く飲みな。はい。特典会はてか何してた？まず寝て、気づいたら寝てて、でまあいろいろ SNS 更新して、化粧品が欲しくて探す旅に出てて、で、まあ、そこでいっぱいいろんなもの見て、あ、ガチャガチャしたそう、ガチャガチャしたんですよ。ガチャガチャ、あと
夜ご飯を買いました。後で買いに行こう。リナもお腹空く気がする。クラッカーありがとう。辛さで声治るかな。逆にあれみたいな、昭和の、ね、テレビみたいな、逆に叩いたら治るみたいな。同じ部屋じゃない、あの迎え入れてます今日新しい人を迎え入れました、これってさ、薬飲むときってさ、何、水の方がいい？うん、絶対水の方がいいよ。え、その雪解け氷使いや、いいよこれ。いいよいいよ。うん、じゃあ後で水渡すわ。うん、ありがとう。リーナを見て笑わないのアンズには難しそう。ちょっと失礼、どういうこと？見たら笑えるみたいな。どういうこと？リーナを見て笑わないのはアンズには難しいなって。笑わないよ別に。喉いたわってくださいとお伝えください。いたわってね、本当に。マイマイケン何回行った？え、マジで行った。マイマイケン、マイマイ、いっぱい言ってるよ、声枯れてるけど。みんな欲しいな、アンズもちょうだい。え、じゃあアンズ先に。いやだ、だっていたわらないといけないもんだ。それ言い訳だよ、ごめんね。一回マイマイケン、これファンの人もそんな感じだった。違う違う、声は枯れてないよ。失礼。違う、声は枯れてない。違う、慣れてない、なんて言うんだろう。そうそう、慣れてない感じがね、あったから。じゃあアンズに向けて、うん、萌え萌えキン。あー、いいね。やばい、今の声ほんとにキッシュ、もうちょっとやめてほしい。ハッシュドポテトを添えて萌え萌えキュンした。そうだよね。うん、捨てた。うん、うん、9月生まれだから9月中誕生日ギフト流れる。え、そういうことね。すごい、知らなかった。今までもあったの。バラありがとう。雪解け水ってことじゃない？あれじゃない？山とかじゃん多分、うん、山のてっぺんにあるやん大体雪って、うん、だから山の一番下で水構えてたんじゃない？バケツ持ってめっちゃ貴重やん。レアレアウォーター、レアウォーターじゃない？やっぱ違うわ。お、新鮮だわ。みんな頑張ってさ、何時間もかけてバケツに水入れてるから、それ雪から溶けたやつ。雪解け水ってことはさ、雪食べてるってこと？え、すごい飲み方。なんてマジで飲めないの。こうやってやる、こうやってこうやってやらないと飲めないんだよ。え、薬が？え、薬が？そう。え、じゃあお薬飲めたね、使ったら。確かに。シャキシャキに裏尾のビートを感じますだって感じないし、別に。それさ、使われてんの。クラッカーありがとう。月見じゃない、そう、照り焼きバーガーです。ハート、花束、リボンありがとう。アレチの魔女におばあちゃんにされたソフィーみたいだって。言われすぎ、言われすぎや。頑張って喋ってただけだよ。バスで寝ると声そうなるんか、ワンちゃん。リーナも今日バスで寝ちゃったけど無事でした。待って、何
しようとしたんだっけ、もう。今日はいっぱいもやもや系やらされました。え、ニーナはそんなやらされてない。ん？やらせてない。ニーナがやらされた。こんばん。バラありがとう。エアコン消して寝てない。ニーナいつもつけて寝てるんだけど。暑くない？アンジには龍角さんが聞きますだって。持ってます。持ってるって。でもニーナが声やばかった時ね、もうやばすぎて。何やっても聞かなかった。でまだ治る余地はある。ほら、ほら。あ、本当だ。薬飲んだらちょっと早っ。エリア的にはね、喉ヌールとかが割と効いた気がする。ああね。コバありがとう。オームランズ（CV 杉本リナにしてアフレコ）やだ。嫌だよな。口開けて寝てたらなるよ。口開けてたんじゃない？口開けてた。バスの中乾燥してたって可能性あり。あの、してない。観光なんです。うん、ちょっと悪かったもんね。そうなんだよね。夕ご飯はリンの手料理。違います。ここに来て作りません。ピロリンしてみて。キュルリンしてみて。金色のミンティアみたいなやつめちゃくちゃおすすめだって。ありがとう。何それ、ミンティアも効くんだね。お疲れありがとう。何？ん？何？え、なんかあった？何も。好き嫌いが真顔ですけど、え、真顔だから真剣なんだよ。真剣なんだよ。真剣勝負よ。コメダの月見食べようと思ったら午前中ぐらいで売り切れだって。すごい、そんなに月見って人気なんだ。毎日やったがいいんじゃない。今日は押し入れ配信じゃなかった。え、この前のさ9月20日生まででやった配信、別に押し入れじゃないですよ、あれ。かわいそう。かわいそう。全然押し入れじゃないです、あれ。ニアですの秘密基地、あれは。いや、もう押し入れにしか見えんやろ。ゆるりん、してみて。してみて。キュッ。ね、こういうさ、あのリーナが撮ってくれてさ、うん、これってさ、需要あるかな。え、あるでしょ。めっちゃ可愛くね。アンズが映ってるだけ需要あるよ。好き。なんて優しいの、かっこ真顔。やめろ、ひどい。一人でディズニー行ってないです。一人。それはちょっとかわいそすぎる。行きたいけど。ニーナとアンズは迷うことなくメニュー決めれそう。え、割と早かったよね。うん、うちらはね、YouTube 踏んだんじゃないよね。あ、そう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 。くるみとかやばい。やばい。ゆうな大丈夫じゃなく、大丈夫。強化や、強化。あ、強化やばい。さくらもやばい。さくらいつもさ、どれがいいかなとか聞いてきてさ、これがいいんじゃないって言っても全部違うやつ。わかんの。聞いてくんのに全部違うやつ。本当にだと言うのも早い。うん。ね、もう写真迷う、もういつも迷ってる。やっぱ優柔不断なんじゃない？写真だけはね。うーん、そう、食べるものとかコンビニとかは写ってすぐ決めるけど、写真もリーナ割と早いかもしれん。いや、リーナマジ早い。即決型、本当にすごい。ダイソン系スペシャル。キルリンしてるわ。へー、よかった。ありがとう、リーナが撮ってくれたから。おう、リーナが撮ってくれたら全部かわいい。
イエイ、魂込めて撮ってるから。やっぱね、リーダの声も若干奪われてる。サイリウムありがとう。どんな声でもアンズちゃん大好きだよって伝言お願いします。だってリーダに言うな。ちゃんとありがとう。一ずーちゃんだけどリーちゃんルーム来てしまいにやした。各国応援、あ、ごめんなさい、大声で言っちゃいました。しかも全然初見さんじゃないっていう。あれれ、あれれ、セータンティー3枚は買いなさいとのことだったので、ちゃんと3枚買って褒めてください。え、ね、見た、ありがとうございます、嬉しかった。3枚全部使ってください。3枚重ねで、3枚重ねで防寒対策。厳しい、厳しくね、それ。ハートありがとう、フォローありがとう。やっぱリーナだって浸ってた。おお、よかった。明日はセンターティー、リーナも明日センターティー着ていきます。祝ってください。アンズもだって、クレミもです、ちなみに。すごい。サクもかな、サク今日着てたけど、でもクレミは今日着てたけど明日も着てたって。大人っぽい。アッキー購入、おお、ありがとう、ありがとう。ね、治って失敗。アンズはお風呂入るのに時間かかるから結局夜更かしでは、だって。はぁ、早く寝なきゃ、喉治んないのに。うん、早く寝なきゃ喉治らないのに、アンズはお風呂入るのに時間かかるから結局夜更かししちゃうよねって。リーダじゃないよこれ、リーダの意見じゃない。激怒りモードです今。カジケンとな食べればアンズの声治るんじゃない、ありえる。油そばだからね、喉に良さそう。何のガチャガチャ、あ、ちょっとね紹介します。あ、ハッシュドポテト食べてから。This ハッシュドポテト is wonderful。 やばい、覚醒します。こちら開封していきたいと思います。てってるー、YouTube 風ね。あ、あれです、ニューエラのなんかね、帽子のキーホルダーがなんかガチャになってたんですよ。なんか最近流行ってるからリーナも欲しいなって思って、ね、開けてみます。まあ何でもいいです。え、何でも嬉しい、これ今から見るの、今から見るの、うん、あ、そう、え、ワンズがこぶってるやつある、え、どれ、真ん中の
あー見たことある。アンズは営業の言いません。え、違うじゃん。違かった。惜しい。斜め上だったね。よし。めっちゃ可愛くない？帽子のキーホルダーって。可愛くて全然持ってもないのにゲットしました。キーホルダーだけ。え、可愛い。これやばい。ガチャガチャしたい気分だったんですよ。いや、なんか探してたら見つけちゃいました。キャップカンパニーロゴらしいです。可愛くない？どういう素材？なんかね、え、本当に立体感ある。ワンちゃんかぶれんじゃない？え、何がかぶれるかな？ニーナのメイベリンとか。あ、無理だ。え、かぶれたよ。こんなサイズ感。え、すごい、ちゃんとさ凹凸とかあるよ。天才だ。作った人美術5です、絶対。リナも美術5だけどこんなの作れないから、大尊敬です。かわいい。え、これでかくしたらマジで本物じゃない？テンション上がる。すごくない？すごい。やばいよね。欲しくなったっしょ。欲しい。これ どこにつけんの？ロッカー。え、じゃ決めてない。ありがとう。どうしよう。家に置いてもいいな。普通に可愛い。おしゃれ。しゃれてんね。皆さんもぜひゲットしてみてください。一回400円。案件じゃないです。ノート PR。 いや、マジかわいい。これ全部当たりだと思ってたからさ、嬉しい。大丈夫。アンズは全然面白くないことでいつも笑ってる。ノート PR って別にそのまんまやん。PR じゃないですよって。苦しい。かわいそう。ちょっと声出てたね。うん、うん、ごめん、さっきあと 20% の警告来たからさ、コメントはほぼ消えちゃった。すいません。グッチョパートだるまクラッカー流れ星、かわいさん、ありがとう。あ、待って、見て、やばい。普通じゃない？びっくりした、急に声出したから、どこ？何かあったんかと思った。え、やばくない？治ったくない？治ってないよ、全然。はぁ、やめよう、喋るの。びっくりした、でも、え、待って、は割と治りかけだった。でも治りかけに悪化させたら多分やばいよ。分かった。うん、安静にしてな。はい。バイブレーションなってる。誰？違う。だよね。誰かのバイブレーションがなってる。怖い。ビート刻んでる裏の。バイブレーション？バイブスかな、バイブス。わがまま小僧だ、リナの前髪。全
全然言うこと聞いてくれない。え、恋したの？してないです。え、あんざ話しすぎたの？なんかもともとね、自分が一緒にシャワーにしてあげてよ。え、いつ？コメントで。え、ガチやろう。あのお菓子とか持ってきて。パシリ。マジで。パシリだ。え、いいやつ、いいやつちょうだい、いいやつ。結局さ、S で集まってんの。ね、そう。いつもね、なんかふとした瞬間に、あれ今日も S、S メンバーじゃんみたいな、うん、なってます。なんか集まってるんだよね、自然と。ね、自然にね。引き寄せられてますみんな。そう、リーナが N で、アンズとユーネが S。ゴーちゃん。え、ユーネどこ？あ、分かった、LINE しとこ。あ、送ったっしょ。うん、お願いします。え、嬉しい、リーナの部屋にゲストが集まるよ。かわいい、嬉しいんだ。S は食いしん坊だな。確かにみんなお腹空いてるって言ってるもん。あんず、なんか食いしん坊な時と全然そうじゃない時の差が激しくない？わかるわかる。思ってた？わかる。ついた。まだ一個やってません。やば、今頑張ってる。遅すぎん、取りかかり。美味しい、たまらない。すごくハンバーガーが食べたい気分だったんだ。ん、めっちゃついてる。いや、多分食べるの下手なんだよね。めっちゃ思う、こういうのにかぶりつく系が下手。すごい、多分口がちっちゃいからだと思う。あれも苦手、アイスクリーム食べんのも。じゃあアイスクリームはマジで、なんかリーナが持ってるアイスクリームだけすぐ溶けるから、だから体温が高いんだと思う。だからすぐこ、いつもこぼれちゃう、アイスクリーム食べてたら。手の体温が高いんです。めちゃくちゃやな。幸せそう、幸せです。だそうです。カジケン、あゆかさんのカードしか出ない。頑張って食べてください。嬉しいじゃんそれ。ね、いいじゃないか。最高じゃん。リーナ、こんなにニコニコにさせるハッシュドポテトすげえな。そうだよ、うん、そうだよ。だからみんなもハッシュドポテトになってください。英語で言ってバーサーズ意味わからんってなって、めちゃくちゃバカにされてるよ。ワンダホーぐらいはわかるでしょ。泣くね、泣くってみんな。泣かせた、泣いてるよ。声がやばいのに泣いてる。無駄な体力使ってます。英語うまい、まあ、帰国子女なんだ私。ステイガール、ステイカントリーガールです。なんか惚れそう。
なんなん？アメリカでハッシュドポテト言わないよ。ハッシュブラウン。え、そうなの？でもここは日本なのでハッシュドポテトって言いますね。知識ありがとうございます。え、アズリーナで言うとリーナがお姉ちゃんすぎてアンズがバブくなるだって。そんなことある？同い年だと思ってたリーナ。そう、帽子のキーホルダー。ちいかわのキャップもニューエラ？すごっ、いろんなコラボしてんだね。リーナが巨人族みたいに見えちゃう。逆にね、帽子がちっちゃすぎて赤い棒みたいな。これリップです。私の美術3だった？全然じゃん。美術はね、なんか分かんない、作品が良かったのか先生に好かれてたのか分かんない。まあきっと作品が良かったんですよ。オンリーワンポーズの指先につける。めっちゃダサくね？一気にダサくなっちゃう。製造のプロに美術5で評価するリーナ大先生。だ、美術5が最大だもん。しょうがない。リーナなくさないかわせよ。確かに。みんな頑張って。あと、ありがとう。キーホルダー作る人が美術2とかだったら嫌だな。でも逆にさ、なんか先生が、そこ、なんか逆にすごすぎて、芸術点が。評価しきれなかったとかありそうだけど。話題ループしてた？え、いやなんだけど。明日猫出しするって本当ですか？デマです。振り向かれた。デマです、それ。裏拍意識しないと音楽の先生に怒られる。余裕で怒られます。誰がわがままボディですって。え、なんで、リーナ何も言ってないですよ、ちなみに。ほら、ありがとう。恋するビート前に意識の出る。え、いいね、なんか。恋するビートっていいね。恋するビートや。ん？みんな知ってる感じ？あ、そういうことね。恋するビート。え、それリーナから撮ったのかな？ビートって。絶対そうじゃん。え、絶対そうやん。うん、いいね、ビートいいね。ブランドビートめっちゃいい。先輩の分のお菓子大量に持ってくるの違いますよ。買うんですよ。ほら、ありがとう。リーナが自己紹介の時いつも後ろでニコニコしてるゆうねがお母さんの顔になってる。いつもなんかニコニコしてるなと思ってた。してみて。リーナまで声出なくなっちゃうよ。やめて。え、ゆねちゃんが来ると聞いてお腹空いた。怖い。なんで？やめて。多分それ普通にお腹空いてるだけですよ。今日餃子パーティーいいな。羨ましい。立ちツーショットポーズどうやって決めていますか？え、なんか事前に展開します。業界用語、業界用語です、これ。ちょっと頭に降ってきちゃった。展開します。後で展開します。
業界用語来た来たよ。そう、事前にみんなに展開するんで、立ちツーショットポーズとかぜひ参考にしていただいて、調整していただいてもいいですよ。私が展開したものを調整していただいても大丈夫です。特定の何かが無性に食べたくなる気分ってあるよね。ある、このお店のこれが食べたいと思う時ある。冷やしカルボナーラ、すごい、冷やすんだ。バータイプのアイス、あった、今日見かけたよ。食べながらぼーっとしてて溶かしてる。大丈夫です、私ご飯に集中してるんでね。熱量があるからか。そっか、安西が海鮮食べてるの見た。見てないんだよね実は。切り抜きめっちゃ流れてきたけど、めっちゃおいしい、どうだった？よかった。ウキウキしてたもんね。ウキウキでプリプリしてたもんね。どんな写真でもみんな嬉しいよね。体温高いですよね。あ、わかる？体温高いんですよ。見てわかるもんなんですか？手あったかいとパン作るのに向いてる。え？やってみようかな。アイスクリーム食べるの苦手系女子、そうなんですよ。隣にイルカいるって言われた。まあ、ほぼイルカみたいなもんですよ。イルカと共同生活。なんか やばい、おいしい。遊園地プナヤでショールームしてるよ。うん、転生しました。ニューネは来ないそうです。転生めちゃくちゃおいしいんだけど、ハンバーガーが真ん中に行くにつれてさ、タレが濃くなってくるからさ、やばい、食レポ。真ん中に行くにつれて肉汁がブワーと引き出して、肉汁の海に溺れそうです。食レポまたイルカって言われるで。ね、アイドル王、すごい、なんかこんなのもあるんだね。ありがとう。横で怪獣泣いてますか？言い過ぎ。イルカになったやん。ステイカントリーガールを翻訳機に入れたら、田舎の女の子のままでって翻訳された。いやいやいや、それ嘘ですよ。ステイホーム、あ、家にいろってことか。ん？ってことは帰国子女だから家に帰る。え？国に帰る。カムバックカントリーガール。カムバックカントリーガール。ということで帰国子女です。何？何？発音良かっただけじゃんね。カントリーガール、この道ちょっと間違えてるかも。ちょっと間違えてるかも。ほら、ありがとう。
大丈夫？鼻息が聞こえる。は？ニオン生誕 T シャツのデザインからすると作品は 3？ いやいや、作品5ですよ、私の成績。最低。ニオンの1の、オンリーワンのさ、1をさ、みんなチンアナゴって言うんだよ。怖いじゃん。ひどいですね。ゆうねも乗っかったらしい。確かに目つけるとチンアナゴだねってダメだわ。やだやだ、あれが守るって。アイルオウ、ありがとう。かっこいい、アンドかっこいい。ハート花束ありがとう。今日アンパンマンのチョコ持ってるメンバー多い。え、リナ実はサンリオチョコ持ってますよ。メロちゃん。チュッチュルー、マイメロの。マジで声真似できないんだよね。さくらが得意、ドラえもんの声真似。え？絶望的だって言われちゃった。はい、サンリオキャラクターズチョコレートマイメロ版です。イエイ。なんか資格持ってますか？え、いいね、ソロワンの資格なんか持ってるよ。資格？何級みたいな資格かしら、なんか持ってますよ。忘れちゃったけど、ハートありがとう。領域展開じゃないな、うちの展開じゃないですね。しずちゃんポーズありますか？あれオンリーワンと一緒なんですよね、実は。実は一緒なんですよ。かぶり。展開って領域しか思いつかなかった。え、みんな今時ですね。明日リーナに会うと思うとお腹が痛くなってきた。それあれじゃない？胸の間違いじゃない？胸が痛くなってきたんだよね、ドキドキして。ハートありがとう。リーナ推しがいるので、何飲み会で唐揚げと飲みました。おお、でも竜田揚げじゃない、リーナは。でもいいですね、唐揚げリーナの分までたくさん食べてください。たくさんね。バブルの写真がどれも可愛くて撮ってよかったと思う今日この頃。よかった。やば、今リナの妄想でさ、妄想 G が出た。やめて、危な。なんか残像見えたわ。意味わかんないし。アイドルをスタンプありがとう。朝食べれないからって夜食べ過ぎないように注意。いや食べちゃうよ、美味しいからね。ライバー王ありがとう、ね、王になった。え、ライバー王に俺はなるってことですね。アイス食べると知覚過敏になって苦手ってメンバー言いませんか？え、リーナ知覚過敏だけど別に、味は美味しいもん。え、すごい、びっくり箱の、え、あ、全然違かった、間違えた。あの織姫、織姫です、織姫。え、七夕終わったくね？え、織姫ありがとう。織姫のね、服がね、それな、ん、それな、織姫終わったの、え、やっぱり、え、これ織姫、でも誕生日だからだ、ね、誕生日にが1年に1回に来るみたいな。違う。え、普通になんか織姫のこのなんかワンピースみたいなやつが箱に見えて、びっくり箱からクマの顔が出てきたんかと思った。想像力が豊かですね。アンザは技術の大村って呼ばれてるだって。そうだよ。え、本当に？そうだよ。なんで？メイクの技術がすごいから。そうなの？そうだよ。だってスピンやばいじゃん。スピン可愛いで、アンズ。優しい。可愛いよガチで。そんな変わらん。どこかやねん。やばいやん。なんで自分で言ってんの？そうだよ。自分から言うスタイルなんだ。おすすめのアイス、おすすめのアイスはね、一回、全然おすすめとかじゃないんだけど、作ってみたらアイス。
通にリナが気になっただけね。挑戦してみてほしい。普通に。え、でもシャーベット作ったことあるよ、リナ。ジュースで。めちゃ美味しかった。ゆりちゃん早速食べてるって。早っ。え、ご飯じゃない。え、いいな、ケータリングじゃない。何食べてました。いいな。ね。もうクレミに買ってきてもらうしかないかも。転生してもアズリーナが大好きで見ます。転生しても DD ってことですね。まあ癖なんだよね。うん、アイドルをスタンプありがとう。肉汁の海、味わからんけど物量は伝わる。美味しそうっしょ、なんとなく。お疲れスタンプありがとう。アンズが泣いたらモカちゃん来ちゃう。アンズでも来るんだ、モカちゃんって。誰でも来るじゃん、それ。 DD だね。 DD じゃん、モカちゃん。モカちゃん DD だって。ほら、ありがとう。モニー、モニーおいで、モニーおいで、 DD モニー。かわいそう。サクラ部の DD モニー。だからサクラに怒られるわ。飼い主怒っちゃうね。サクラ部です。モニーはサクラ部です。タオシ、サクラタオシモニー。ん、帰国子女はレ、リ、リチューネ。読み方知らないです。つづりわかんないよ、リナ。ね、リチューネって何？リ、リチューニー、リチューニー。カムバックカントリーガールは帰ってきて田舎娘。じゃあ今帰ってきて田舎娘って言ってたの今。前書いた人の女の子、リン、リンカと誰やっけ？え、それだけじゃない？うん、この疲れた心にしみるこのハンバーガー。いや、食べたくなるっしょ。私食レポうまいんですよね、あんず。巻き込み、サンリオチョコマウントには勝てない。マウントじゃないけどね。チョコは喉に…え、だってアンズ。チョコ喉にいいって。ください。あげよっか、サンリオチョコ。くるくるチョコ。いや、それ、それじゃないやつない。うわ、家に置いてきた。家に20個ぐらいある。うん、すまん。マイメロのモノマネ、ドラえもんとかはない。え、変わるよ。ありがとう。秒でドーナツなくなった。ゆねちゃん全然足らんだし。え、じゃあリーナのとこにも届けてほしい。ドーナツ、ドーナツ、え、わかんない。ドーナツなくなったからってことは、ドーナツが出てたってことは夜。それじゃ、誰この上にしたの。持ってきてよ、ドーナツ。みんなドーナツ恵んでください。ドーナツください。ご飯ください。
チョコください、ください。あ、カジケンさんでもらえた写真にな、おお、なんか点々点いっぱいついてるけど嬉しいってことだよね。ありがとうございます。またたくさん食べてください。クラッカーありがとう。リーナの展開図を見てみたい。なかなかなマニアックですね。英検とか関係持ってないんですよ。でも関係取れそう。リーナみんな今一番ないとか思ってるでしょ。意外と練習したら書けるんですよ、私。そういうのみんながさ、リーナが知らない漢字をさ、ひらが、ん？振り仮名なしでさ書くからさ、読めないだけでさ、なったやつは基本的に大丈夫です。基本的にね、勉強すれば。唐揚げは日清唐揚げ粉が最強ね、さくらが言ってたね。私はね、自家製です。オリジナル片栗粉で、あ、竜田揚げかそれ。小麦粉を使ってます、唐揚げ作るときは。リータニーだって、帰国子女リーナやんそれ。リーナじゃないか。今から竜田揚げもあげます。お一ついかがえください。報告、あと充電が 10% です。切れる間に終わります。サッカーユニフォームで来る人いる、え、いっぱいいますよ。なんか何のチームなんだろうなって思うことあります。織姫じゃなく甘女っていうの、これ、うーん、天から来た女の子って意味ですね、きっと。そうなんだ。誕生日となんか関係ありますか。うん、服の模様がリボンの形に見えなくはない。ほんと？リーナ？うん、三ツ矢サイダーにが療育を入れてみた。めっちゃ美味しいっしょ。あ、私の今日のポイント、食ポイント、あ、先に報告しちゃったわ。あの三ツ矢サイダーです。行ったね、そういえば。これいただきたいと思います。うわ、油が、油じゃない、間違えた、泡が上まで上がってきました。たまらない。でもやっぱり三ツ矢サイダーも好きなんだよな、リナ。結構トップ3かも。ファンタグレープ、三ツ矢サイダー、コーラかも。リナの好きなジュース3種類。吐く？よかった。うん？なんか、これ返して。みんな返してあげて。泥棒ですよ。何返してマジで。スピン可愛いわ、営業妨害。逆に。ね、そうらしいよ。支障が出るんじゃない、もう可愛すぎて仕事できないみたいな。ゆめちゃんドーナツ食べたいのにラーメン食べたい。え、リーナもラーメン食べたい。え、ドーナツも食べたい。スイーツ食べたい。でも結構何でも食べたいです今。三ツ矢サイダーに入れるガリガリ君、いろんな味試したけどソーダが一番美味しかった。だからソーダって言ったじゃん。あ、ありがとう。ゆねちゃんチョコ食べようとしてる。え、ゆねちゃんが全部持ってんじゃん。あんずが食べたやつ。
モカニーと省略してモニーねらしい。バラハートありがとう。カジケン食べて腹パン、おお、たくさん食べてくれたんですね、ありがとうございます。あ、スケロクが残ってる。え、みんなスケロク食べてるんですか。え、チョコは喉に良くないの。デマだった。デマじゃんそれ。プレゼントありがとう。二人におめでとう言いに行く。お、嬉しい、ありがとう。ラブレターありがとう。リンナ日本語が一番たどたどしい説ありえる。リンナの取扱説明書、え、本当に分かんない。あ、礼儀は大事ですよってすごく思いますね。基本的に別に何も思わないです。みんなカリカリ系が好き。揚げ物は花束リボンありがとう。すごい BGM 聞こえますね。うーん、カバー、誰カバーだろうねこの BGM。 誰のカバーだろう、渋い。天女って言うんだこれ。ドーナツ作る機械持ってきてへんの。え、あんの、花みたいなやつ。これボーリングかな。ありがとう。申し訳ない、すごい先ほどなんか流れた BGM なんですけど、ちょっと機械に不調が生じたみたいで、ちょっと喉が枯れてたりしちゃって、すいません。アリーナもう終わりますよ。あ、ほんと、ちょっとどうしたらどうしたらどうしたらいいの。ごめんなさい、ちょっと裏の BGM がちょっと枯れてまして。何？演劇かな？乗せたよ。演劇かな？え？部屋に怪獣います。ありがとう。乗せたよ。乗せる？やっと終わった。あ、お、あ、乗せれたってこと？おめでとう。やっとだ。クラッカーありがとう。ほらありがとう。二面ミスドの秋のドーナツ美味しそうだよね。あれ、そんなちまちま食べてんの。喋っちゃうもん。確かに偉い。クジンはどうしたら上がる。わかんないです。竜田揚げが好き。かたくり粉なかった。え、唐揚げ納豆って美味しいのかな。みゆさんがおすすめしてた。食べたことある。ない。一人ハロウィンナイトしてるって言われてるよ、アンズ。え、さっきすごかったから。貞子おりやんって言われた。びっくり、恐怖映像だよ。みんな出てくるかも画面から。申し訳ないけど、スピンズーちゃん可愛いだって。スピンだと思われてるよ。スピンだと思われてる。違います、違うって。え、みんなにスピンだと思われてる。スピンも悪くないよって言われてる。これ1時間半ぐらいかかった。
は終わりたいと思います。前の幕開でのリーナの貞子すごかった。うまかったっしょ。え、思った。やっぱりあれ結構ね、やっぱ美術5だけ5な5なだけセンスあるなって思いましたね。私が勝手に少しタイムしたいと思います。まあ、詳しくはあの今日の画像はあの X とかに上がってるのでぜひ見ていただいて。うんシュワシュワしとる。あ、これ大事ですね。これ私のガチャガチャで撮ったの。お砂糖。はい、ということで本日はあのトーク会、握手会含めショールームもありがとうございました。明日は多分できないと思います。わかんない、やるかもしれないです。って感じです。はい、ありがとうございました。テロップで帽子かくる、それはやばい。あのゾンビ中のオムランズでした。バイバーイ。